ですね、もう後半戦なんですけど、2回聞きたいですよね。これだけね、たくさんこれやろう、あれやろうみたいな、このイベント出ようとかさ、あの渋谷のさ、代々木公園のイベントステージとかも一緒に出たじゃん。まあ、それは、まあ、私が誘ったんですけど、それも一緒に出てくれたりとかね、して、本当にね、オーガナイズ力が半端ないんですよ。それを普段育児もやりながらやっとるわけですわ。もともとね、だからそういう企画するとか、幹事する、オーガナイズするっていうことも、そういうタイプの人だったかも。そういうタイプの人だったかもね。こうなんかみんなでパーティーやろうみたいな時とかは、集める人だったの。そうだね、そうだったかもしれない。例えばなんかカニ座会とかって、7月生まれの仲良しのお友達3人のためにクラブ貸し切ったりとか。クラブ貸し切っちゃうの？そうそう。あとサークルの青 B 会をイベントにしたくて、またクラブ貸し切ったりとか。またクラブ貸し切るの？すぐクラブ、結婚式もクラブ貸し切ったり。だいぶパーティー好きですね。パーティー好きなんですよね。いやー、そっか、じゃあもともと好きなんですね。うん、そう。でもなんか別にそんなオーガナイザーってほどではないから、毎回ドキドキはしてる。本当に、パワーいりますよね。だってスタジオでオーナーやってるとか、ダンスイベントをやろうとか、まあ、考えたことある人は、ね、これがこう子供産んでもできるのかしらっていう、まあまあね、多分あるのかなと思うんですけど、あの、好きなことやりなっていう旦那さんだって言ってくれてるじゃないですか。それも全然家族も、もうやったらって何も反対せず、あ、そうだね、それはやったらって言ってくれる、くれるんだ、なんかその日は忙しくなるから、子供来て来て、クラブにも来て、一緒に見ててねっていう、イベントやるときに、じゃあもうポン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 打ちますじゃなくて、まあ、イベント一個一個やるにしても、なんか大切にしてることっていうのはあったりしますか？やっぱり自分が好きなことをやるっていうのが一番大事。やってみる、勇気出してやってみるっていうのがすごい大事だよね。さやかちゃんもこの YouTube すごいね、大変だと思うけど、勇気いりました。正直、ね、あの、私本当ダンス以外のことって、あの、結構飛び込めなかったりする人なので、YouTube 始めるときめちゃめちゃ勇気いったので、あれをこう自分からいろいろ企画してた雅子さん、やっぱすげえなってやっぱ改めて思ったんですよね。なんかさ、できない理由はいくらでも作れちゃうじゃん。まあね、もう家の家事と育児だけで本当に言い訳たくさんだよね。もう忙しいです。なるから逆に。ないことは始めたいなって、なんか面白そうだなって思っても結局、できないよね。そう、生み出せない、やりたいこといっぱいあるけど、そうね、そうで、やっぱ好きなことが、だから結局そうやって、私の場合はなんかこう場に人を集めるとかが好きなんだろうね。音楽とかね、集まってくる人たちもまたね、素敵な人たちがいっぱいいるよね。だからなんかそういう人たちをつなげたい意欲はすっごい強いかも。あ、なるほどね。自分のこんな素敵な友達とこんな素敵なあの人が知り合ってくれたらめっちゃハッピーみたいなことは結構思うから、キューピッド的な、なんかそう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 、友達のキューピッドみたいなの、私っぽいのがなんか、そう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 、ああ、やったってなるんだ。そう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 、本当そう。さやかちゃんをレッスンに呼んだら、こんな素敵なママで、しかもダンサーで理解ある人いるんだよって言いたくなるじゃん、やっぱり。本当？うん、なるなる。ありがとう。そうね、さっきのママの話じゃないけど、私も最初にさやかちゃん見た時はさ、ちょっとこうなんかダンス前から怖そうみたいな。そうだけど、同じ不安抱えてるんだなってことに気づけた時に、なんかすごい一気に距離近くなるじゃない。嬉しかった。そう、嬉しかった。そういうなんか経験をママツトの場合はみんなにしてほしかったし、うん、1対1ですけど YouTube の時は、誰かとそうやって会って喋るっていうのが、やっぱ改めてこう好きやし、人とコミュニケーションを取るって、あの、コロナ禍から我慢してコミュニケーション取ってませんでしたけど、あってはね、やっぱりゼロにしちゃダメなんだろうというか、コミュニケーション取るのってこんなに楽しくて、こんなに心が穏やかになって必要なことだったんだなっていうの、そうだよね、だからやれてるんだろうね。そう、なんかね、改めて YouTube、 それは勇気出して初めて、あ、やっぱ好きなことだわ、好きだわ、ダンサーさんと思って、だからね、やってよかったですよ。そうだよね。ダンサーのこれまた面白いところが、繋がって
ってたりするんですよね、うん、あそうそうそう先生同士がつながってたりとか、うんうんうん、このダンスチームの人知り合いやったとか、うんうんまあ、言ったらその私が一番最初にママストのワークショップでレッスン受けた聖子さんっていう人は、うんうん、あの今 D リーグっていうプロダンスリーグをやってるんですけど、うんうんうん、そのプロダンスリーグのディレクター角川ドリームズっていうチームの、うんうんディレクターをやってる田中啓太さんっていう人がいるんですけど、その啓太さん の、 あのレッスンに通ってた生徒さんだったんですよ、はい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 、で、啓太さん知ってるの、その当時私東京出て1年目にねドリカムさんのステージに出てるんですね、うんうんうん、そうだよね、うんうん、でドリカムさんの専属のダンサーさんも啓太さんなんですよ、うん、あそんなつながりだったんだ、そうあって啓太さんにはねその黒鳥ダンサーの時にすごいお世話になって話聞いてもらったりしたから、うんうんうん、え、ちょっと待って、ケイタさん知ってるの知ってるの、そこからケイタさんにまた連絡して、え、聖子知ってんの、あ、知ってんのみたいな。なるよね。ダンスやってると絶対なるんだよね。つながるつながる。めっちゃつながるよね。そう、それもあってね、ダンスやっててよかったじゃない。そう思う、そう思う。で、しかもなんか結構みんなやっぱり表現好きだから、それがダンス以外にも活かしてたりとかするじゃない。社会人の中でも昔ダンスやってましたっていう優秀な方とかもいっぱいいるから、結構仕事やってても、あの、ダンスつながりの人と、ダンス全然関係ない仕事一緒にやってたりとかよくある。一応社会に出てもね、うん、なんかそのダンスが持ってるなんか何なんでしょうね、うん、そのコミュニティのパワーみたいなのが。あるよね。生きてきます本当に、うん。これお母さんになってちょっと不安に感じてる人がもしいらっしゃったら、うん、なんかそのダンスやってた好きなことやってたっていうことがゼロになっちゃうことはないんで、うんうんうん、こう生かそうと思えばコミュニティに生きてくるので。うん、そうだね。そうだよね。私はその。我慢しようって最初なっちゃったんですけど、1人目の時は、うんうん、意外とこう大切にしてていいものですよね、うん、そうだね、うん、自分は一歩ちょっと踏み出せたらすごく、ね、みんなにも喜んでもらえたんだと思うけど、やっぱ自分がすごくさ満たされるじゃん、うん、やりたいことに一歩勇気踏み出してできたっていう、うん、笑顔になりますよね、その体験みたいな、そう若くてみんな多分25、6のママさんって悩んでると思うから、うんうん、なんかそういう人たちが我慢ばっかりしてちょっと窮屈な思いしてるぐらいだったらみんな気遣いやな、もっと、ね、楽しく自分も楽しくしていいんだって思ってくれたら嬉しいなって思ってたり、そうなんです、みんな自分の価値観がある人をぜひね、うん、こう見つけてね、行けたらいいなと思います。ママスト自体はどうなんですか、今後、うん、もしその、まあ、今の状況では難しいけど、うんうん、なんか形を変えて、うん、まあ、朝子さんがやるのかスタッフメンバーがなんかやるのか、うん、なんか続けてやっていきたいなっていうのはあるんですか、うんうんうん、続けてやっていきたいなと思っていて、でコロナになっちゃったじゃない、うんうんうん、だから、ね、実はあの Zoom で、うん、あのアイドルのダンスを踊るっていう企画を、あ、そう、Zoom使えるよねオンラインレッスンみたいな、オンラインママダンスみたいなのは何回か去年かな、はいはいはい、やってみてすごい楽しかった、うんうん、あ、そっか、そういうのを使ってね、これからもね、なんかやっていけたらいいなとは思うんですけど、私たちはもう割と体も自由あの小学生だから、はいはいはい、レッスン行こうと思えば行けるし、イベント出ようと思えば、うん、まあ頑張れば出れるみたいなとこもあるので、うん、なんかそういうちっちゃい子供さんがいるお母さんがまたママストみたいなことをやってくれてもいいなとか、あ、確かに、世代交代みたいなことがあってもいいなとか思ってたりはするんですけどね。ダンスやってるママいるなっていう人いたら、うん、あの実際にねこう楽しくできるので、大変な中でもすごい楽しんでできたので、私たちは、うんうんうん、ぜひねこう勇気を持ってね、うん、一歩あのトライしてみてほしいなとは思います、うんうん、まあ、ママストリートのね一応コミュニティというかそのフェイスブックページも一応こう説明した概要欄に貼っておくので、あ、こういう風に活動してたんだっていう雰囲気が分かると思うのでね、うんうん、よかったら参考に見てみてください、はいはい、じゃあ今日この辺で終わりにしようか、うん、はい、3時間ぐらい話せそうだけどそうなの、いつも本当にね、そうなる、話が終わらないの結局カメラ止めてもずっとそうだよね、そうだね、話したいねってなっちゃう、なるほどね、いや本当にいい機会をありがとうございます、ありがとうございました、うん、こちらこそ、うん、で本日のゲストはですね、ママダンスサークルママストリートを立ち上げたメンバーの一人朝子さんにお越しいただきました、朝子ちゃん今日ありがとうございましたこちらこそ